ばあおいです。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。いいですね。嬉しそうですね。いい感じですね。いい感じですね。今週はレースがあります。いいですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。クイーンステークス11頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。先頭に立ったのはフレイムコード、その外イリュミナンス、ノットゴーマルがかわしていきました。これが一番人気の片野カーフェアであります。そしてその後ろからプーラブライト、9番名称スザンナ、そのうちマコトブリギャール、その後ろ5馬身くらいあって8番ブランレージュ、11頭第2コーナー右にカーブを取ります。10番レッドリベールが上がってまいりました。内を通って7番湘南バーキン、しんがりからパワースポットでやります。前でやりますが前ノットゴー、4コーナーから直線に入ってまいります。大歓声に迎えられてパタノカーフェア先頭、さあ先頭はパタノカーフェアが半馬身リード、さあ抜けました。パタノカーフェア外から1頭イルミナンス、捉えられるか前の馬パタノカーフェア1着、1番人気に見事応えました。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。
気合十分ですね。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。府中牝馬ステークス 1800m 8番スマートレイヤー、スタートのタイミングが合わなかった。さあ何が行くのか。ケイティバローズが先手を取りました。ケイアイエレガント、外から行こうというところ。いたいた、カタルハーヘア、竹豊絶好位をマーク。そのうちカフェブリリアント、3番名勝マンボ、外を通りまして8番スマートレイヤー、スイートサルサ、それからシャトーブランシュ、そしてその後ろからドーセンソレイユ、それからノモリディアーナ、内から1頭10番レッドリベール、そしてしんがりからゴールデンナンバーという展開です。さあ先頭は、さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。パタノカーヘアは3番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。ゲイアイエレガントが抜け出した。パタノカーヘアが3番手、先頭はゲイアイエレガント。ゲイアイエレガントが大きくリード。パタノカーヘアが3番手、このまま押し切るか。ゲイアイエレガント、パタノカーヘア懸命に追う。パタノカーヘアが3番手、先頭は4番ゲイアイエレガント。ゲイアイエレガント、先頭1着レッドリベール、2着ゲイティバローズ。次は頑張りましょう。1着、当番、2着、2番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。
ますでしょうか。まずまずでしょうか。何かご用でしょうか。ご用でしょうか。何かご用でしょうか。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。幾多の名馬がここから始動しました。各馬が飛躍を誓う伝統の重賞であります。
さあ飛び出した。12頭、12番、レオダーバン、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。果たして先頭に行くのは、オースミロッジがかわしていきました。ホワイトストーンがその後ろ、エリモパサー。それから、ダイイーグル。そして内からは、2番、カタラハーヘア。それから、パリスハーリー。12頭、第1コーナー、右にカーブを取ります。1番、第1トイフル。その後ろ5馬身くらいあって、8番、メイキングタシオ。そのうちに、オークツリー、センターショーカズ。それから、10番、エイシンテネシー。12頭、第2コーナー、右にカーブを取ります。1番後ろに、パタノハーヘアは、4番手といったあたり、このまま押し切るか、ホワイトストーン。ホワイトストーンが抜け出した。このまま粘れるか、ホワイトストーン。先頭は、9番、ホワイトストーン。先頭、カモギとホワイトストーン。アイキヨイフルが3番手。パタノカーヘア、先頭。さあ、どうだどうだどうだ。どうだ。パタノカーヘアか。レオダーバンか。これは際どい。ご用でしょうか。何かご用でしょうか。